宮廷。桜感じる。ポケモン抽選パ、ルールは簡単。箱の中から紙を6枚取り出し、その描かれたポケモンでパーティーを組み対戦する。ポケモン完全新作発売までに全ポケモン活躍させなければ、サイコロで出た目が罰ゲーム。皆さんこんにちは、スイカです。今回も抽選パやっていこうと思います。さあそっか、お前青の円盤で新しく出てきたな。さあ、おい、なんかちっちゃいものオールスターズやねえ、前回最終進化しかいなかったからってこと。おい、なんかちょっと格差すごくない？ちょっと待って、これくれとバルキー被るのはめちゃくちゃやばいぞ。さあ、強いポケモン、強いポケモン、あ、いい、月光が悪くないですね。この調子だともう一匹最終進化が来たらマジで一番楽で終わる。頼むわ。ああ、終わった。え、なんか一番上変なポケモンいんねんけど、あれ鉄の包みじゃないよな。まあ、ということで今回は、マグマックでとりあえずステルソックをばらまかないと、海竜こいつマジでどうしようもないんで、ここはもうマグマックで起点作成して、月光がナマズンで無理やりゴリ押ししていくみたいな、そんな感じで戦っていこうかなと思います。ちなみになんですが、今回の抽選パめちゃくちゃやばいですいや、前回はさ、なんかめちゃくちゃ強かったのにもうねえ、俺抽選パマジでなんか極端に強いか極端に弱いかのどれかしかなくないっていうぐらいに最近ちょっと危機感を持ってます。デリバードって何すんの。とりあえずここをステルソックばらまいて、ここマストでいきます。騎士改正？あー、はい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 。騎士改正外れるっていうことはこれ、張り切りですね。なんか基本的に初手のデリバードって、なんかカウンター打ってくるとか、なんか追い風置き土産してくるとか、起点作成するか、なんか一交換取ってくるかのいう、そういうイメージが結構強かったんですけど、こいつはなんかタスキアタッカーっぽいですね。ここなんですけど、アンコールは確かデリバード覚えなかったはずなんで、普通にあくびから行きましょうか。さあ、ドリルくちばし。弱弱くない？ちょっと。張り切り入ってそれ？なんか、ドン引きですね。本当に。さあ、デリバードが、なんか、意図せずに、タスキを潰してしまいましたね。じゃあ、封縁で。まあ、一応デリバードはもう、これ、実質機能停止したもんなんで。プレゼント！え？おお！あ、なんか、ありがとうこれホワイトデーのプレゼントかな。いや、ホワイトデー、普段はホワイトデー渡す側なんですけどね、まさかこんな感じでデリバード先生からホワイトデーくれるなんてね、思わなかったですわ。ここなんですけど、テラスタルはまだ温存しておく方が強いと思うんで、というのも、オーガポンがいた場合がちょっと温存しときたいんですよね。なので、まあ、ここはテラスタル切れば、ワンチャン相手が水流連打で、3回打って火傷を負わせれる可能性を高められはするんですけど、ここはまあマグマック切りでいいかな。研磨されるのが一番めんどくさいんで、ここは食いで、行きましょう。さあ、水流連打。結構硬っ！こんな硬いんや。おい、火傷しろ！火傷！火傷！火傷！おお。ってことはよ、ここでさ、相手が水流連打3回打って、やけどにならなかったってことでしょ？マグマックの炎の体、1回接触することで 30% で焼けるんですよ。で、3回そうなるってことは、相手 30% を引いて、やけどにならなかったっていう風にも考えることはできるわけですよ。いや、さすがにパンチグローブじゃない？で、月光花がね、ここで、切り札使いたいところなんですけど、まだ倒せないんで、ここはナマズンで、地震で削ってから、そっから月光がで、無双していこうかなと思います。さあ、そういうわけで、ここは地震でいきます。おー、結構余裕持って耐久あるんやな。ナマズンもなんだかんだで。まあ、それはちょっと感動しましたね。さあ、相手がこだわりスカーフ持ってたら、負けです。なんか最近の環境のウーラオス、スカーフ持ちもなんか多いらしいんで、ちょっときついんですよね。あとですね、この瞬間もう一つ諦めないといけないところがあって、それが相手の残りのパーティーがサーフ号か
羽ばたくかみ、このどちらかが後ろいた場合は負けですいやもうね、あの抽選パはね、あの学んだことが1個だけあるんですよ。それが相手の2匹ぐらいはもう切った戦術をしないと勝てない。なんかガチパとか使ってると、まあ大体のポケモンケアできたりはするんですけど、もう抽選パはね無理もう相手の戦術にかけるしかないですね。で、相手ここなんかテラスタル切ってくれたんで、ちょっとワンチャンある。まあそういうことで、今回の月光川、面白い技を採用しています。それがこれ、敵討ち。さあ、敵討ちはこのノーマルタイプの技なんですけど、この技は結構面白くて、かっこよ、花吹雪、春を感じますね。まあという感じでかっこいい技なんですけど、この技はなんと味方のポケモンが相手によって倒された場合、その直後に敵討ちを使うと技の威力が2倍に上がるんですよ。で、このノーマルタイプで実はタイプ1で打てるポケモンっていうのが、なんと月光河しかいないということで、そう、 SV では今現在1000倍特許になってます。そしてこのノーマルタイプに変わったことによって、こっからノーマルテラスタルで、はい、なんと威力2倍に上げることができますので、ここからは威力300のギガインパクツを相手のドタマにぶち込み、見立てしていこうぜという、そういうコンセプトになってます。さあ、いやマジで高速タイプ来なくてよかったわ。キュー楽しいっていう、多分誰も使っていないであろう月光河です。これがね、あの普通に面白そうだったんで動画にしたかったというお話でしたありがとうございました。いや、サーフ号来なくてよかった。ほう、まあこれも悪くはなさそうなパーティーやな。これはもしエンペルトが来た場合、これワンチャンバルキー活躍見させそうなんだよな。ちょっとバルキー使ってみるか。まあ、シャンデラーにちょっと飛び先にすかされたらめちゃくちゃ嫌なんですけど、他のポケモンに対してめちゃくちゃワンチャンあるんで、ちょっとバルキー使うか。見てください、この HP を、トリプルワンですよ。もう1位になりたいと思わんばかりのやる気を感じますね。そう、バルキー特製やる気なんでね、あのエンペルトのあくびもシャットアウトすることができるんで、ちょっとこれでギャフンとね、相手を言わせてみたいなと思います。というわけで、対戦よろしくお願いします。あー、うねるみなもからか。うねるみなもはちょっと嫌ですね。まあここは膝から入るんですけど、腕のミラーはね、ちょっと防御所属値が高かった気がするんで、まあ飛び膝蹴りを一発、すごいね。僕の感覚やねんけどさ、この不意に来る暴風って大体混乱になる傾向がある気がする。ほら、言ったこっちゃねちょっとここ膝当ててほしいな。よし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 、オッケー、これでとりあえず、ウネルミラーも多分敵討ち圏内に入ったと思います。で、ここでバルキーがね、なんと自傷をしてしまうと、あの敵討ちの威力確かね、反映がされなかったと思うんで、あのここちゃんと動いてくれたのは本当に大きいですねさあ、そういうわけで相手がなんか暴風とハイトスチーム使い分けてくれたんで、コダリスカーフの線もこの瞬間消えましたね。まあ、というわけでここは月光河行きましょう。月光河、さあ月光河もね、敵討ちで、おい、俺のバルキーをよくも懲らしめてくれたな。敵討ち、桜感じる。いやマジ、敵討ちのエフェクトマジでかっこいいよな。ポケモンのエフェクトで多分1位に争うぐらいに多分みんな投票するんじゃないかな。まあ多分マイナー技すぎて誰も認知されてないっていう可能性があって、誰もその技に票を入れない可能性もまあ否めなくはないですけど、さあここテラスタルされると、あのワンチャンツタコンボでやられちゃうんですけど、よーし、ちなみに倒せるやろ、よーしよ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 し、完璧。おい、マジで強くないこれ、普通に月光河、もう月光河はね、昔みたいにあの冷凍ビームとか波乗り草結びするだけで勝てるポケモンじゃなくなったんですよ。もうね、なんか何かしらのタイプに変わって、もうそっからもう一撃仕掛けていく、多分それが、このポケモンの一番強い動かし方になるんじゃないかなと僕は思うんですよね。リトロチャージ、なんか何かしらのタイプに変わってくれたらクストラックやねんけどな。ここ
まあちょっと今回の月光が先制技を一切覚えてませんので、それがちょっとネックになりそうですが、さあちょっと ここら辺でまた変えてほしいな。あの、冬中ってくれていいよ、ここ。まあ火炎ボールか。まあそういうわけで。いやー、先制技があったら助けとかもケアできるんですけど、まあ生ずんで、さすがに勝てるんじゃないかな。まあ月光がと違ってエースバーンは草テラスタルだけ多分採用することを、あったとしてもテラバーストは多分入れないんじゃないかな。あーでもちょっと怖いな。カウンターがなんなら一番怖いな。で今の環境のエースマン俺カウンターマジで見たことがないんで自信でいいんじゃない。あの草テラステルだけやめてください。何テラステル？ステラなら全然いいよ。炎なんや。あじゃあテラステルしなくて大正解でしたね。これ火炎ボールでご了承してくる感じか。まあ、今回お盆並み持ってるんで、仮に核になったとしても、全然問題はないと思います。いいじゃん。さあ、どうやら、タスキらしいですが、まあ、この感じだったら、うん、火炎ボールも、なんか全然耐えれそうなんで、まあ、これはもらいましたね。一応アクアブレイク打っといて、まあ、これは、ナマズンの耐久のおかげで、なんとか勝てましたと。急所じゃないの？あ、すごい、ドラゴン統一だ。怪獣がいないドラゴン統一ってめっちゃ珍しくない？まあ、なんかロッテかなんかのね、お菓子で怪獣がなんかノーマルタイプの枠組みに入れられてたらしいからな。まあ確かに怪獣はノーマルタイプだわ。怪獣がいなくてもドラゴン統一はまあきついには変わりはないんで、どうしていくか考えていきたいんですけど、今回はね、ナマズンを通していくのが、最適解になりそうなんですよ。というのも、今回ナマズンが、あの、フェアリーティラストで持ってるんですよ。なので、まあ、これくれで壁張って、そこからマグマックを動かしやすくしてから、ステロばらまいたり、あくびしたりして、ナマズンで、まあ、全抜きしていくっていうような、まあ、かなり二段がかりのめんどくさい、戦い方になるんですけども、まあ、多分それぐらいしないと、ナマズンがね、あの、余裕持って竜舞とかできないと思うんで、これで行こうと思います。お願いします。ハイドラポー。かっこいい。さあ、この戦いどうなるでしょうね。カンロだ、密。ここは光の壁からでいいです。悪巧みがあったら負けかもしれんな。水飴ボム。まあ、水飴ボムは全然いいかな。オッケーオッケー。これで光の壁をなんとか張ることができたんで、これでマグマックが結構動かしやすくなるんじゃないかなと思います。まあそういうわけで、ナイトヘッドで。まあちょっと削りだけ入れてね、いきましょう。おーおいおお急に本気出すやん。やめて、ちょっと。心の準備が全然できてなかった。まあ、でも壁ターンをね、あの、だいぶ残すことができたんで、まあ、結果として良しとしていいでしょう。ここはあくびします。さあ、とりあえず、カミツオロチとナマズは対面させたくないんで、ここは何としてでも眠らせたいところ。さあ、OK、壁のおかげでだいぶ余裕がありますね。さあ、とりあえず、あくびで相手の眠気を誘い、じゃあステロ巻いていきましょう。このステロ巻くか巻かないかで、あの、ナマズンがだいぶ変わるんですよ。あの、ナマズンね、本当に申し訳ないねんけど、火力が低い。なので、ステルショック。ここは本当に重要。で、こっからなんですけど、ここはね、あくびでいいと思うんだよな。さあ、あくびをして、エレクトロビームなんだ。てか、色違い、青いからさ、めっちゃエレクトロビーム似合うね。耐えるかな？これ耐えたらだいぶ変わるよ、ちなみに。よし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 。で、ここ、ちょっと待って、これだいぶでかいぞ。で、ここなんですけど、ブリジラスは全然あの、交代されていいんで、ここ自己再生で。で、封印を打ってしまうと、その、もしブリジラスがマグマックを倒さずに居座って、で、マグマックが噴煙で、あの、頑丈潰したとしても、やけどになって、あくびが台無しになる可能性があったので、こんな感じでやってます。はい。さあ、そういうわけで、ここなんですよね。正直ね、あの、カミツオロチ、多分、ナマズン一竜舞しても、テラバースで倒せないと思うんですよ。だから、本当に、ちょっと苦しいんですけど、ここね、多分、2回竜舞しないときついね。まあ、マグマックが、あの、頑丈潰しさえすれば、ナマズン、2回余裕持って竜舞しても全然なんとかなるんですけど、いやー、
ダメ系するか。皆さんに悲しいお知らせがあります。攻撃特化ナマズンのフェアリーテラバースト、HP ぶりのカミツオロチ、なんか2回ルーマイしないと倒せないらしい。おいお前ふざけんなよお前、ラグラージがルーマイ使えたら多分1ルーマイで倒してたぞ。いやナマズンもね本当にちょっと残念ポイントがあって、あのこのポケモン攻撃出力値皆さんご存知ですか？このポケモンね、あのなんと攻撃出力値78しかないんですよ。まあそりゃそうか。でここをちょっと最短置きはもうケアしない、お願い。いつもここで目覚めてるけどさ、ちょっとたまにはちょっと目覚めないでくれ。よし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 。でいやじゃあブリジラスってどうなんだろうな、持久力の方が多いかな。ちょっと頼むわ、ここ頑丈だけやめて頑丈だけやめてください、お願いします。よし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 。ここでテラス切らなかったのはでかいでかいけど、なんか安全取るんだったらここテラス切ってもよかったな。いやっていうのもここでテラスタル切りたくなかったのが、そのカミツルチと仮に対面した場合、その相手がテラスタル切って仮に水テラスタルとかだった場合、その相手がタイプ受けしてきて、そっからあくびとかされるとゲームセットなんですよね。だからちょっとそれだけが結構嫌だったんで、ここでテラスタル不意に切って倒したかったんですよね。まあそういうことで結構おい、なんかそんな見た目でなんか大体的にハートアピールされても困んねんけど。えドラゴン、ドラゴンやってるっすよ。いやおいマジかよ、炎テラスタルか。終わったやん。これもうあくびで終わりなんですけど、いやー短い人生だったな本当。水あめボメ、あーこれワンチャンあるんじゃない、地震で。あれ、まあ、水あめボム確か当たったらうがつホムラとかが来た場合がちょっと負け筋になるのかなぐらいで、なんか他やったらどうにかなりそうなんだよな。あ、ドラパルトか。ドラパルトは、今回僕のナマズ、リュウマイ2回で、最速鉄の包みまでしか抜かすことができないんで、これなんか水飴ボム当たってても当たってなくても結局関係なかったな。あー、抜かせないっす。ドラパ抜かせないっす。遅すぎて。ありがとうございました。